どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 D ポイント 15% 増量キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。こちらですね、毎年行われている各種ポイントからですね、 D ポイントに交換すると 15% ですね増量してくれるっていうね、すごいキャンペーンになっているわけなんですよね。こちらのね増量分に関しては今年はね 15% ということで、まあ、年々ね徐々に下がっているわけなんですけども、まだまだねお得に利用できるではないのかなというふうに思っておりますし、このキャンペーンをですね毎年待っているっていう方もですねいるのではないのかなというふうに思っております。ではまずねキャンペーンの概要ですね。 D ポイントの交換で 15% 増量キャンペーンということで、エントリー期間とキャンペーン期間はですね同じっていう風になっておりまして、2020年の11月の6日から2021年の1月6日までっていう風になっております。こちらのキャンペーンについてはですね、エントリーが必須というふうになっておりますので、こちらの動画の概要欄にですね、エントリーフォーム入れておきますので、確実にね、エントリーしてね、利用していただければなというふうに思います。でですね、増量されるポイントに関してはですね、付与時期が2021年の2月っていうふうになっておりまして、ポイントに関してはですね、期間用途限定ポイントで付与されるっていった形になっておりますので、付与されるポイントの有効期限については3ヶ月っていうふうになっております。ではね、実際の利用方法なんですけども、利用方法はですね本当に至って簡単といった感じになっておりまして、こちらね公式サイトの画像なんですけども、利用者情報登録っていうのをしていただいて、キャンペーンエントリーねしていただいて、これだけで OK っていった形になります。あとはですね、各種ポイントサイトなどのポイントをですね交換するだけで 15% で増量されるっていった形になってるんですよね。では次にですね、 15% 増量される交換元のポイントに関してなんですけども、こちらね公式サイト見れば結構一目瞭然で、こんな感じでね荒れていた形になっておりまして、まあ、こちらはですね一部っていう風になっているんですけども、かなりのねポイントプログラムが対象っていう風になっておりまして、私がねメインで紹介させていただいているポイントインカムだったり EC ナビ、その他チョビリチとかですね、こういうポイントサイトの会社もですね対象というふうになっております。でですね、 EC ナビに関しては EC ナビっていうね会社名はないんですけども、交換先のねペックスっていうのがあったりとかですね、ポイントサイトハピタスもですね私の動画でね結構紹介させていただいてるんですけども、ハピタスに関しても記載はないんですけども、交換先のねドットマネーがね対象というふうになっておりますので、まあ、こちらからね交換していただければ 15% 増量でね利用できるっていった形になっております。でですね、おすすめとしてはですね、ポイントサイトからドットマネーに、ね、交換できるポイントサイトであれば、基本的にねドットマネーを経由して交換ねしていただければ、この 15% ね増量も利用できますし、手数料などもねかからないっていった形になりますんで、ドットマネーね利用して交換していただければなっていうふうに思います。というのもですね、ポイントインカムってありますよね、結構私の動画でもね紹介させていただいてるんですけども、こちらのサイトもですね D ポイントに直接交換はね可能っていうふうになるわけなんですけども、こちらに関してはですね手数料もね発生してしまうっていうこともねありますので、まあドットマネー交換してね利用していただければなっていうふうに思います。またですね、こちら注意事項としてはですね、かなりのねポイントプログラムがね対象というふうになるわけなんですけども、こちらね会社によってキャンペーン開始の期間が異なるっていうふうになりますんで、利用される方はですねこちらの日付ね確実にチェックしてからですね交換するようにしてください。これね間違って期間前とかにね交換してしまうと対象外っていうふうになっておりますんで、こちらね注意していただけたらなっていうふうに思います。では次にですね、このキャンペーンで増量される D ポイントに関しては期間用途限定ポイントということで、こちらはですね JAL マイルなどにね交換することができないっていった形になりますんで、期間用途限定ポイントのこの D ポイントに関しては、まあ、利用先がねちょっと限られるっていう風になっているわけなんですけども、ポイントとしてねそのまま利用できるっていうねおすすめの利用先については、まあ、ローソンとかマクドナルドとかね、そういうところで利用してできる
るっていった形になっておりまして、またねローソンに関しては乙女支引会券っていうことで、私の動画でもね何度か取り上げたことあるわけなんですけども、ローソンのですね商品に関してまあ安くね利用できるっていった形になっておりまして、だいたい1ポイントあたりね2円とか3円とかね、まあそのぐらいで利用することができますので、こちらもねおすすめっていう風になっております。またですね、こちらの期間用途限定ポイントに関してはこんな感じでねドコモのサービスでね利用できるっていった形になっておりまして、 D マーケットっていうところにはですねデリバリーサービスであったりネット通販とかね結構いろんなサービスがね利用できるっていった形になっております。またですね D 払いってありますよね、 QR コード決済のね D 払いであれば期間用途限定ポイントですね、そのまま D 払いで決済することもできるっていった形になっておりますんで、まあ、私もですねこちら D ポイントの期間用途限定ポイントは基本的に D 払いでね利用していることが結構多いんですけども、こちらもですね、まあ、利用できるお店は限られるわけなんですけども結構おすすめかなっていうふうに思っております。またですね日光フロッキープラスドコモというねサービスがありまして、こちらね期間限定ポイントでもですね株とかですね ETF がね買えるっていうねサービスがあるわけなんですけども、これをですね利用することによってほぼね手数料なしでね現金化できる方法っていうのもですねインターネットで検索すると結構出てくるわけなんですけども、まあ、こちらについてはですね一応できるそうなんですけども、まあ、実際ね私がやったことあるわけではありませんので、私もねこれちょっとやってみたいなというふうに思っておりますんで、またね実践して利用できそうだったらですねまたね解説させていただきたいなというふうに思っております。期間用途限定ポイントはですね現金ができるのであればかなりねお得になるっていう風になっておりますので、まあ、ちょっとね私も実践してみますので、こちらについてはですねしばらくお待ちいただければなという風に思っております。あとですねこちらはドコモユーザーのみっていう風になるんですけども、Amazon でもですね D 払いっていうのがね利用することができるんですけども、こちらね私みたいにですねドコモユーザーでないとですねこのサービスはね利用できないっていった形になるわけなんですけども、ドコモユーザーの方であればですねかなりね利用しやすいのかなっていう風に思っております。またですね ID キャッシュバックっていうね制度もありまして、こちら電子マネー ID ありますよね、こちらにですねポイントを充填して利用することもねできるっていった形になっておりまして、電子マネー ID になればですねかなりね利用先ね増えるっていった形になっておりますんで、ドコモユーザーの方はですねこちらもねぜひ利用してみていただけたらなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね D ポイント 15% 増量キャンペーンをですね解説させていただきましたけども、かなりねお得なキャンペーンなのは間違いないっていう風になっておりますんで、各種ねポイントプログラムである程度ねポイント保有されている方はですねぜひねこのキャンペーンですね交換してみていただけたらなっていう風に思っております。またね JAL マイルをメインでね貯められている方はですねポイントサイトのポイントをこのタイミングでですね JAL マイルに交換すれば、まあ、JAL マイルのねレートは一緒にはなるわけなんですけども、おまけとしてですね D ポイントの期間用途限定ポイントがねついてくるっていった解釈になりますんで、 JAL マイルねメインで貯めている方はですねポイントサイトのポイントこのタイミングでね交換されてもいいのかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。